キチャンネル。ちょ、さあ金曜日です。ソーチェックということで、もうスケジュールもね、結構飛び飛びで行われるんで、いろいろね、ついていくのも難しいと思いますけども、佐々木ソーチェックね、まだどちらのチームも優勝も決定してませんし、3位以上も決定してないんでね、まだまだ続きますということでやっていきましょう。ということで、まずは、ソフトバンク対日本ハム優勝、ね、首位争い、ね、日本ハム先発山崎達也、6、8、4、9、4安打2、3、4、無四球、1失点でピッチ、ね。まあ、登録抹消もあって、しっかりね、調整来て、まあ、ここら辺でね、しっかりね、9月4日以来、だからまあ、約ね、10日間抹消されて、まあ、楽天ソフトバンクに5失点、5失点っていうところ、でもここきっちりね、しっかり調整して戻ってくるところがね、さすがだね。まあ、ソフトバンクのモイネルもそうだけどもね、6回1失点というところでは見事なピッチングね。ソフトバンク先発シュワーズジュニア、5回3分の2 199、6安打4三振3四球2失点とちょっと球数多くかかったけども、まあ、2失点だからね、攻められないよね。まあ、その中でソフトバンクはね、初回先制っていうところで、先頭今宮ツーベースで、シュートがセカンドゴロで進塁打を打って、栗原がね、先制のタイムリーヒットと、近藤がね、右足首捻挫っていうところでね、登録抹消されて、打線がね苦しい中で、この初戦ね、初回に1点取れたのはね、非常に大きいっていうね、ところで、しかしね、2回3回三者凡退で、4回もね、山川ヒットをつけど、松木が6、4、3ダブルプレーっていう形でね、で5回も三者凡退、初回の1点以来ね、山川のヒット1本でね、完璧に山崎達也に抑えられるっていうね。で、日本もね、ランナーを出すけども、ダブルプレーだったりね、3回には2アウトから松本、センター前で、上川畑清宮連続フォアボールで満塁のチャンス作るけども、レイですね、三振っていうところだったり、まあ、ここシュワットジュニアですね、なんとか踏ん張っていくんだよね。5回もピンチを作るけどもね、最後、清宮も三振とね、なんとか踏ん張っていくけども、6回表ワンアウトから郡司フォアボールで、万波のね、左中間を抜けるタイムリーツーベースで、ここでね、一塁ランナー郡司がホームリー生還して、しっかり走ってね、ぐっそり、しかもそのね、本塁、まあ、クロスプレーギリギリだったからね、その間にこの万波がね、三塁に進塁したっていうところもね、ぐっそり走塁としては良かったね。で、マルチで三振するけども、ツーアウト三塁から水野がね、センターへタイムリーヒットで勝ち越しで、7回にもね、ワンアウト一塁からレイエスがね、タイムリーツーベースっていうところでね、1点を取って3対1ね。まあ、このまま終わるかなっていうところで、8回裏ね、ピッチャー宮西のところで、栗原がね、犠牲フライっていうところで1点返すけども、まあ、ここまでっていうね、ところで、まあ、ソフトバンクとしてはね、この5番近藤がいなくなった時に、5番にね、またこのね、チャンスがいっぱい回ってくるっていう中でね、まさきが返せなかったっていうね。7回裏もね、先頭山川がレフト前ヒットで、まさきフォアボール、ここいい形でつなげたけどもね、ノーアウト一塁から石塚ね、ライトフライで、柳町、サードゴロ、ここで、七間が送球ね、悪送球するんだけども、まあね、アウトは一つ取ってね、ツーアウト一三塁ね、そこで甲斐がね、セカンドライナーっていうところで、まあ、ここでね、一本出ればっていうところもあったけどもね。で、8回もね、ツーアウト一塁チャンス来るけども、マセキがね、ライトフライね、返せずっていうところで、やっぱりちょっとね、下位打線近藤がいなくなったっていうところで、この試合ね、山川以下5番マセキ3打数ノーヒット、で、6番石塚3打数ノーヒット、で、7番柳町3打数ノーヒットっていうところでね、この5、6、7が機能しなかったのがね、ちょっと痛かったかなっていうね。で、この試合ね、ちょっとね、伏見のバッテリーエラーもあったけども、山崎幸也と、あと生ためのやつは飛べれません。もうそもそもね、バッターのね、このラインあるじゃんね、インコースのところバッターが立つライン、あれより外ね、左バッターがあれより外にワンパン、右ピッチャーがあれより外にワンパンしたら、もうそれはね、キャッチャーとしてはね、止めれたら奇跡、止めれなきゃいけないけどね、でもそんな簡単なもんじゃない。で、宮西のあれはね、バットだね。だから若干ね、伏見もね、やっぱワンパン止めなきゃいけないって言ってね、顔前行ってる、前にこうね、前にね、行くとね、視界がね、狭くなるんだよね。で、その後の田中正義のやつもあったけどもね、やっぱ慎重に行こうとしてね、首がね、こうやって、こうね、こう肩が上がって、こう前に行くことによってね、可動域も下がって視野が狭くなってね、このね、このキャッチャーとね、この自由にミットが動かないんだよね。そういったところでね、ちょっと構え方が悪い。もうちょっと首伸ばして、ね、首伸ばして、視野を広くして、こうなんない、丸まんない、しっかり。それをやると、もっと左右にも動きやすくなるし、手も動くからね。そうなるとワンパンも取りやすいし、視界も開けてミスが少なくなるんでね、伏見君それやってくださいね。分からなかったら調整連絡ください、はい、さあということでね、まあ、これしっかりね、日本ハム勝ったのはね、2位に向けては完璧な勝利だったと思います。ソフトバンク対日本ハム、3対0で日本ハムの勝利ということで、このカード日本ハムの2連勝マジック減らずっていうところで、日本ハム先発伊藤大海、9回135球9安打9三振2四球
無失点で完封勝利、バックピッチ2試合連続完封、勝負どころのインコースストレート凄まじかったね。でソフトバンク先発大関、5回75球3打3三振1球1失点というところで、ちょっとここねアクシデント起きてね、交代っていうところでね、急遽ね、尾形が、マウンドに上がったけどもね、いやこれちょっと最近怪我人多いよねソフトバンクね、まあ、登録ね抹消ってなってるけどもね、これどうなったんだろうな、どうなったかの背中の違和感か、背中の違和感ね、ちょっと張ったかなね、まあ、その中で日本はね2回表ね、ワンアウトからマルティネスツーベース、万波レフト前ヒットで、ワンアウト一、三塁から水野がねきっちり犠牲をフライを打って1点先制で、6回にもねピッチャー岡田に代わって先頭上川と振り逃げ、キャッチャー上のバットまたの下抜けてるって、で清宮ツーベース打ってノーアウト2、3塁からレイエスアウトになるけども、マルティネスのショートゴロの間に1点っていうね、ところでこれも取られなくてもよかったよね、振り逃げからって最悪だよね。で9回にはね、レイエスのホームランで3対0っていうところでね、先制打を押したものしと、1点ずつだったけどね完璧な勝利、伊藤大も完封だしね、ソフトバンクは9安打ランナー出てるけどね、初回もねワンアウト1、2塁、川瀬栗原の、ヒットでねワンアウト1、2塁チャンス作るけども、山川中村4番5番が1本出ずね、で2回にも失点した後ワンアウトからね柳町海野が連続ヒットでランナー出るけども、ワンアウト1、3塁からシュートをねこう高めのストレートインコース三振で、川瀬ライトフライト、ここでもね一本出ずっていうね、日本は簡単にパーンと外野フライって1点取るけども、ソフトバンクはその外野フライも出ないね、まあ、4回ね、三者凡退になるけども、5、6、7、8ね9回と全部ランダー出すけどもね、結局最後の最後1本ポンって出ないっていうところでは、伊藤大海がね、要所要所ねランダーを出すけども踏ん張ったっていうところでは素晴らしいピッチングね、マジックゲー5、まあまあさ、こっからスーパー逆転はないと思うけどもね、ちょっと足踏み、あとちょっと怪我人多いのがソフトバンク気になる。でも日本ハムはねいい形でね、これからしっかり、もうまあ2位は確定だね、もう確定って言ってもいいと思うね、うん、まあ日本ハムね2連勝いい形のね勝利でした。さあ3位 A クラス争い、楽天対ロッテ初戦ということで、2対1楽ちゃん5対4だ5対4楽天のサヨナラ勝ち、逆転サヨナラ勝ちっていうところで、ロッテ先発西野6回103球6安打5三振2球3失点と、まあ踏ん張ったけどね1イニングだけだったね。で楽天先発コジャ5回79球4安打3三振2球3失点、ここもポランコ外のホームランだけっていうところで、楽天はね3回裏先制、先頭村橋ライト前ヒット、太田光送りバンド決めて小郷フォアボール、ここのフォアボールが痛かった、ね、西野ね。でワンアウト1、2から小深田ねライト前タイムリーヒットで、辰巳三振取るけども浅村フォアボールね、まあ、ここはもうなんか勝負避けた感もあるけどもね。で、ツーアウト満塁からね、安田がライトへタイムリーヒットっていうところで、一気にね、3対0っていうね、いい形になってきたけども、4回表ね、ワンアウトから藤岡フォアボールで、ポランコがライトスタンドへホームラン、で、外が、バックスクリーン横にホームランとね、2者連続のホームラン、3対3、一気に同点、おい、どうなっていくんやと。でも、ロッテ全部5安打。5安打のうち、4回の得点時にヒット2本、ね、そして、10回の得点時ね、10回表ね小川フォアボールで、愛斗が送りバント決めて、藤岡がね外野前進しているところのレフトオーバーのタイムリーツーベースで、4対3勝ち越しっていうね、まあ、これ得点したところでねもうヒット3本打ってるから、もうねほぼ他攻撃してない。でもこのままね勝てる勢いだったけどもね、楽天が、10回裏にね、ピッチャー国吉ね、先頭浅村ツーベースでね、ノーアウト2塁から安田これレフト前ヒット、本当は引っ張らなきゃいけないんだけどね、レフト前3、4回抜けて本当は引っ張らなきゃいけない、まあここもどかしいよね、でもヒット打ったから OK なんだけども、本当は引っ張らなきゃいけないっていうところあるんだけどもね。でノーアウト1、3塁からね渡辺がセンター犠牲フライ同点で、鈴木大地ライト前ヒット、これ大きかったね。ほんでワンアウト1、3塁になって、で村林セカンドゴロでホーム3本間に挟んでアウト、ここでねあのロッテのね3本間もしっかりすぐアウトにして、セカンドランナーをね三塁行かせなかったんでね。あ、ファーストランナーか。ファーストランナーを三塁行かせなかった。これ良かったのよ。で、ツーアウト一塁。で、ここで代打伊藤ね、センター前、サヨナラヒットというところで、ここもね、和田が若干ライト方向に守ってたっていうところもあるんで、ね、こうレフト方向に取りに行って、左でこうなるから逆。ね。で、そんな肩も強くないっていうところで、まあ本塁ね、セーフになっても、あれだったらね、もうショートカットにすぐ投げた方が良かったね。もう取ってからすぐ投げて、カットよろしくっていうね。ところの方が良かったかなと。あのちょっとふわふわボールだと本塁させないからね、そっちの策も今後はありかなっていうね。まあ楽天は11安打ね、しっかり、サヨナラ勝ちしてね、9回にもチャンス作ってツーアウト2、3塁、辰巳がね、ショートフライなどね、なかなかねランナー出すけどもね、
得点できないっていうところもあったけどもね、7回裏にも2アウト1塁でね、浅村、センターフライ、だったりね。でもその中ね、もう本当久保栗負けたからっていうところでね、10回裏2点取って勝ったのがね、非常に大きかった。まあ栗橋もここまで無失点で来てる中で、ね、失点っていう形になっちゃったけどもね、まあこれで1ゲーム差か、まあ今後どうなるのかね、もうかなりシビアな戦いが続きますね。楽天対ロッテ、18日の試合8対1楽天勝利ということで、このカード楽天が2連勝でなんと楽天3位ロッテ4位交代。いやこれはまずいぞ、ロッテ B クラス落ち、クライマックスシリーズいけない可能性あるぞというところで、楽天先発藤井6回94球6安打5三振四球1デッドボール1失点と初の二桁勝利の10勝グッピッチね。まあストライク先行で勝負できて、まあね、藤井の状態もいいっていうのもあるけど、ロッテ打線があまりにもひどすぎるっていうのもね、あるけどもね。ロッテ先発回帰る4回78球6安打2三振3四球6失点と、まあ際どいところ取ってくれなかったからね、結局取ってくれない、甘く入る、球高い、打たれる、制球力勝負のピッチャーが一番陥りやすい罠、これでございますね。まああとはね、もう自身のチームのミスもありっていうところでね、3回の裏、楽天の攻撃、伊藤幸はツーベース、でノーアウト二塁からここで小深田のバントをね、もうなんて説明したらいいんやろな、これね、まあ、キャッチャー前に転がって田んぼはね、それをサードに投げようとして投げたんだけども、なんとね、サードの、中村翔吾が前に出てきてて、途中で気づいて投げるのやめようと思ったらビヨヨーンってね、ガチョンボールね、ファールに点々と転がっていってセカンドランナーホームインで、バッターランナーセカンドに行って、でまた太田光送りバントを決めてワンアウト三塁から小郷犠牲フライというところで、もうミスもミスも多すぎるミスで2失点大バント。まずもう一つずつ行こう。まずね、これ小深田の送りバント、キャッチャー前なのになんで中村翔吾が前出てきてんだって話なのよね。そもそももう、まあ、1年経つけどもう全くサードのポジション慣れてない。もう正直あんなの出てくるかっていう、普通キャッチャー前なのにね。でもう一つがサード見えひんから村っていう、キャッチャー見るやん、チラッとでも出てきてんの分かるやん、それノールックで投げてんの、逆にびっくりだわ、ノールックで投げてたら、いや見るやん多少パパって、視野狭すぎるやろ。まあ田村もね、キャッチャー前だったからサードがまさか出てきてるとは思わなかっただろうけどね。だからもう両方ダブルバックよ、ほんと出てくるのもどうかしてるし、サード一瞬でもチラッて見ない、もう必死すぎる、本当に視野狭い。で4回表ね、ポランコのホームランで1点返して、あ、まだまだあるかなっていうところで4回裏ね、楽天の攻撃、浅村、安田、そして、渡辺はね、連続ヒットでノーアウト満塁で、ここで伊藤幸は押し出しで、小深田ね、ファーストゴロ本塁アウトになって、太田光タイムリーで、大郷押し出しフォアボール、村橋タイムリーとね、一気に4点で6対1で、5回にもね、伊藤幸也のタイムリーで7点目。で、6回にもね、2アウト満塁から佐藤のね、坂本のワイルドピッチでも8対1、もうボロボロですね。で、もう一つね、ここでさらっと言ったけどね、この、ノーアウト1塁、渡辺のね、内野安打。いや、これもよ、これはサード出てこよ。これピッチャー任せようちゃうと、あそこまで転がった。だから、2回のやつがあるからね、前出ちゃいけないと思って出なかったんだけど、もう判断力なさすぎる。あれはサードゴロ、あれはサード出てこなきゃ、あれはサードが出てきてファースト投げてワンアウト二三塁でしょ、あれカイケル行かれへんで普通に、あれはサード出てこなきゃバッと。もう何、9月にもなって連携取られへんって、もう残念。はい、まあ、楽天としてはね、8対1しっかりね、相手のミスもついて得点にね結びつけて、押し出しもあったりね、内野陣のね、ミスでねしっかり取って8対1で、藤井はしっかり投げてね、ロッテ打線を完璧に抑えるっていうところでは、完璧な勝利だったんでね、まあ、楽天の3位進出、これはもうね偶然でもなく必然、ロッテの4位落ち、これも偶然じゃなく必然ね、そんなことやってたら落ちますよっていうところでしたね。まあでも楽天はね、ここからほら安田いい感じね、しっかりね、この試合も5打数2安打3割1分3厘持ってるやん、俺は打つと思ってたけどね、ずっと。ね。っていうね、ところもあります。まあ、ということでね、楽天8対1、カードね、2連勝で勝ちこち、3位浮上でした。続いて西武対オリックス、3対1で西武の勝利ということで、西武先発、隅田、8回111球、4安打11奪三振、無四球1失点で、9勝目、クピチ。ね。去年の自身最多勝並んで、あと1個勝ってね、2桁行きたいね。もう縦のやっぱりね、フォークチェンジアップ系素晴らしかったね。
オリックス打線くるくる回ってた。オリックス先発エスピノーザ7回118球5安打7三振2四球1デッドボール2失点とね、まあ、これ踏ん張ってるからね攻められないよね。まあその中でオリックスは先制っていうところで、初回ね、ワンアウト三塁から大高犠牲フライを打って1点先制するも、1回裏ねワンアウト1塁からね、長谷川が盗塁成功してワンアウト2塁で西川のね二遊間のセカンドゴロを、セカンドね、大里ねファーストへ若干送球がそれてね、セーフ。結果的には内野安打だけどもエラーみたいなもんだね。でワンアウト三塁になって佐藤がね犠牲フライとね両チームね表裏で犠牲フライで1点取ると。で2回裏にはね、先頭殿崎が内野安打で岸子がアウトになるけどもツーアウト二塁から、滝沢のね、宇宙から抜けるタイムリースリーベースっていうところで1点勝ち越しね。でオリックスはね4安打しか打ってないからね3回にね、ランナー出すけどもね三振ゲッツーあったりとかまあ動き出すけどもねで4、5、6、7、8ね、と三者凡退、ね、で9回には、ねデッドボールでランナー出るけども最後大谷ね1-3ダブルプレーでゲームセットっていうところで完敗だね。もう60イニングぐらいタイムリーがないんだよね、まあ、なかなか苦しいね。まあでも来季に向けてねこの大里とかね、内藤とかね、そういったところをね育成を信じてやっていきましょうね。で西武はね、8回にその先のタイムリーで3点目取って3-1西武3連勝ね。まあピッチャーね竹内とか隅田とか頑張ってるからね2人には10勝ね差し上げたいっていうところもねチームとしてはあるんじゃないでしょうか。まあ、結果ね西武が3-1勝利ね、いい形の勝ち方だったと思います。ヤクルト対広島5-4でヤクルトの勝利ということでねカープこのね最下位ヤクルトの試合でねここはしっかり勝ち切っていきたかったっていうところでね、ピッチャー先発ね栗立ち上がり良かったけどねこの試合ね RCC ラジオで解説しましたけども立ち上がりよくね、5回3分の1 92球7安打4三振3四球5失点だけど立ち上がり良かったんだけどストライク先行で点取ってくれた時からからねちょっと慎重に投げすぎたんちゃうかっていうねなんかちょっとねこの回が進むにつれて勝たなきゃいけないっていうところで慎重になることによって肩の開きも早くてでちょっと制球しきれずねボール先行して甘く投げて打たれるっていう最悪の状態ね点取ってくれて大胆になるっていうところより点取ってちょっと丁寧慎重になりすぎるっていうね。でヤクルト先発ヤフーレ5回75球5安打6三振1四球3失点っていうところでナックルカーブめちゃくちゃ良かったけどね特に右バッターナックルカーブスライダーね低めで決まっててね、広島ですね立ち上がりねくるくる言ってたけども途中からねその高めに浮いてきたやつをしっかりね、打ち返したっていうね。で3回表ね、先頭矢野がピッチャー、強襲の内野安打ねこう腕に当たってねヤフーレ1回ベンチに帰るけども出てきてねで菊池がセンターフライで栗が送りバンド失敗ねスリーバンド失敗でアウトこういったところちゃんとやらなきゃいけないからこれ流れ悪くなるなーっていうところでね、2アウト1塁からねヤフーレのワイルドピッチでワイルドピッチってもうワンバンちょっとなってプレーンって浮いただけだからね浮いたのを中村すぐ取ってセカンド投げたけどファーストランの矢野が完璧なスタートでこれね二塁に進塁矢野ぐそりねで秋山がセンター前タイムリーヒットで1点先制これ大きかったね。もうこの矢野がランナーじゃなかったらね絶対入ってないっていうような先制点で、4回のはね、ノーマド小林とナックルカーブが高めに上がってきたところを連続ヒット打ってワンアウト一塁で末金がね、ツーシームね、真ん中寄りに入ってそれをねレフトへ引っ張り込んで、先制タイムリーでここでねサンタの悪送球になるんだけどもヤフーレがねちゃんと対角線にカバー行ってないのよ。それによってランナー止まってたのに2、3塁になっちゃってね。で、矢野のセカンドゴロの間にね、これはもう大きく弾んでやっぱホーム投げれないっていうところでね、1点っていうね。これ無駄な失点ヤクルト多くて、いや、このままの流れだったら広島勝つなって言ったところでね、この4回裏、先頭サンタのフォアボール、こっからよ。もう、不利が慎重になりすぎちゃってね。もう、ちょっとビビっちゃうから打たれたらっていうね。で村上にも2ボールになっていやこれもうここ一発あるからねって言って2ボールになって雨も入ってそれをライトスタンドで2ランホームラン村上ってこれ解説中に言ったのこれホームランありますよって言ってねこんなボール先行してたらって言ってで30秒後にホームラン打たれましたね。で5回にもね、2アウト2塁からサンタナね、ここもアウトコースの高めに浮いてきた変化球が一番怖いって言ってねでこれも2ボールになってで2ボール1ストライクから高めに浮いたスライダーをライト線にタイムリーツーベースで同点に俺言った通りってねでもこれもね先頭ヤフーレに代打青木引退を決めてるね青木お疲れ様ねそれがセンター前ヒットで球場ドカーンになってねんでこれで1点取るからもうねそれはもうヤクルト祭りになってくるわけよ。で6回裏にはね、
ワンアウトから、山田中村がねヒットを打ってワンアウト2、3塁ここでピッチャーね堀江に変えるけども、増田がデッドボールね、ワンアウト満塁から松本犠牲フライで、ここで終われればよかったのに、この2アウト1、3塁からね長岡にインコースで、ね、引きつけて逆方向にねレフト前ヒットを打たれて、5対3、まあこれで決まったなっていうね、この長岡のヒットがでかかった、ここがこの試合の一番のキーポイントね。で7回にはね、小園のタイムリーで、1点返して5対4になるけどもね、もう1点取れずね、ヤクルトとしては逃げ切り勝ち。クリードね、点取った後に慎重すぎるボール先行になったのが全てっていうね、立ち上がりとは全く違うピッチングになっちゃってね、ちょっと残念っていうところはあるけどもね、まあ、ヤクルトとしてはねしっかりねこのインというのは沖を打ってっていうところとね、やっぱりねサンタナ村上ね、打者部門のタイトルもかかってるしね、そういった意味ではね、最高の勝ち方だったと思います。であと大西が9勝目勝ち頭リリーフだけで10勝目いくよっていうね、頑張れ。はい、ヤクルト対広島5対1でヤクルトの勝利、逆転勝ちっていうところで、ここに来て広島最下位ヤクルトに2連敗、あ、ヤクルトもう最下位じゃない5位に上がってるっていう中でね、広島先発どこだ、5回97球10安打3三振無四球5失点、ヤクルト先発吉村5回92球7安打3三振1球1失点、いやどちらのピッチャーも球高くて甘かったな正直ね。その中で広島は先制っていうところでね、先頭ね、秋山がライト前ヒットで、ここでパスボール中村ね、でランナーセカンド行って、で、坂倉はピッチャーゴロで進塁できず、で、ワンアウト二塁から小園のね、タイムリーヒットで先制して、いい流れ、今日は絶対勝つぞ、どこだか投げてるっていうところで、まあ、2回の裏ね、あの、チェンジアップ通信向け、甘めに入ってね、パームかな、真ん中目に入って山田哲人にね、レフトスタンドへホームラン、ね。で、4回にはね、村上ツーベース、オスナレフト前ヒット、ノーアウト一三塁から山田の犠牲フライできっちり2点目。で、5回にはね、代打青木、またまたレフト前ヒット。引退発表してから元気元気ね。で、長岡ライト前ヒットでノーアウト一三塁。ここでね、増田がサードゴロで、三塁ランナー青木がタッチアウトでアウトになるけども、ワンアウト一塁からサンタナがね、バックスクリーンにスリーランホームランで5対1。まあこれで勝負ありっていうところでね。まあ全体的に球が高くて甘かったね。吉村もね、球が高くて甘かったんだけど、そこをカープ打線が最後仕留めきれないんだよね。ヒット10本打ってるからチャンス結構あったの。ね。2回にも2アウト1塁ね、チャンスあるけども、秋山が凡退。ね。4回にもね、2アウトからやるのが2ベース打つけども、菊池が三振。ね。で、5回にも、ヒット3本で、ワンアウト満塁ね。これ、トコダがレフト前ヒット。先頭、トコダがレフト前ヒット。で、秋山アウトになるけども、坂倉内安打。で、小園がライト前ヒット。ワンアウト満塁、4番の間。ここでパンパンパンって出てね、最低でも1点返して同点になったらまだわかんないっていうところで、まさかの6-4-3ダブルプレイ。これが一番の勝負手やな。5回ね。この後、サンタナのスリーランあるからね。これがマジ痛かったね。でも6回にもね、ランナー2人出すけども、ワンアウト1、2塁から菊池、で、代打、秋山がヒット出ず、ね。で、7回にもね、坂倉、野間がヒット出るけども、2アウト2、3塁から堂林が三振、ね。で、まあ、9回フォアボール1人出ただけでね、まあ、4点差あるからっていう中で、まあ、カープは、チャンスあるけど、本当1本も出なかった。5回の表のワンアウト満塁、このダブルプレー、これが最大のキーポイントだったね。まあ、DeNA も負けたからね、まだ3位死守あるけども、これはもうカープはもうね、3位死守にもう方向転換だね。ちょっときついね、このままいけばね。そういった中ではね、まあ、ヤクルトとしてはね、やっぱりね、サンタナ村上オスナ、今12球団で最強のクリーンアップちゃうかっていうね、ところでしっかり打ってね、まあ、吉村がね、ちょっと制球甘かったけどね、しっかり投げ切って8勝8敗。ちょっとあと10勝ね、いける可能性あるからね、頑張って10勝いきたいってことね。中日対阪神、3対8で阪神の勝利ということで、阪神先発村上、5回78球、4で4三振、2四球、2失点と、まあ最低限のピッチング。まあその後ね、岡留、島本、桐敷、池田、富田とね、もうリリーフがしっかりガッチリ踏ん張ってね、その間に大量得点で逃げ切り勝ち。中日先発高橋宏斗、6回117球、8安打3三振、3四球、3失点と、まあね、村上のタイムリー行ったかったね。ね、2回表先制っていうところでね、ワンアウトから佐藤がツーベース、そして前川がセンターへタイムリーヒット、ね、で4回にもね、ワンアウト1、3塁から、木浪のね、セカンドゴロの間に1点上げて、ツーアウトに、ここで村上がライトへタイムリーヒット、これ痛かったね、村上、くばってね。で、3対0になって、でも4回の裏にね、福永のタイムリー、そしてカリステの内野ゴロの間に2点取って3対2、これまだまだ分かれへんなっていうところでね、中日はね、その後5回にも、ツーアウト1塁チャンス来るけど、1本出ず、ね、そうしてる間に7回表ね、ワンアウト1、3塁から大山のね、サードゴロ、これサードね、福永ダイビングでよく取ったからね、アウトにしたけどもね、抜けると思ったけどね、打った瞬間でここでも1点取って、
で9回裏にはね大山佐藤、ね、坂本、タイムリーで一気に8対2、ね、9回の裏福永の、タイムリーで1点返すけども8対3、ね、完敗阪神打線大爆発っていうね、まあ、坂本も5打数4安打2打点打ったしね2割3分2割5分まで上げていきたいね。サテルも5打数3安打ね。いやこんだけ打ったらそれ阪神勝つなっていうね、まあ、高橋宏斗で中日も負けるかなと思わなかっただけにね、高橋宏斗もタイトルね取りたいだけにこの試合ね、打たれて防御率がね0点台だったんだけども1.28倍になっちゃったね。これでもシーズン0点台はちょっときついか、まあ難しいよね0点台でも 1.28 でも素晴らしいけどもね、しかも12勝4敗だしね、これはなんとかねタイトル取りに行きたいっていうところもあるんでね、もうあとまだ2試合ぐらいは投げるかな、そういったところでもね、まあ、しっかりやっていきたいっていうね、阪神としてはねここしっかり勝って逆転のね優勝に向けてはね高橋宏斗に勝ったのはね大きいんじゃないでしょうか。巨人対 DeNA 2対2で引き分けっていうところで、巨人先発グリフィン6回89球3安打6三振2四球1失点、 DeNA 先発ジャクソン5回3分の294球6安打3三振3四球1失点と、両投手ともにねホームランの一発のみっていうね、まあ、巨人は初回にね丸が先頭打者ホームランで1点先制でも DeNA はね6回表に牧がホームランで1対1の同点ね、で8回表にねピッチャーバルドナードね海老名レフト前ヒットで梶原ねサードこう送りバント気味だったけどね、坂本若干ジャックルしたよね、その間にセーフになっちゃってね、ノーアウト1、2塁で牧さんのが連続アウトになってツーアウト1、2塁これどうやっていうところでオースティンフォアボールでツーアウト満塁から宮崎フォアボールで押し出して2対1、ここでねすぐ船場様に変わったのも大きかったね、で桑原三振でね、まあ、1点止まりね、で8回裏ピッチャーねウェンデルケンに代わって先頭岡本フォアボールストレートこれ痛かったね、で浅野ここ送りバントするかと思ったら思いっきり打ってねバウンド高くサードの頭を、ね、越えていってレフト前ヒットでノーアウト1塁からオコエが送りバント決めてワンアウト2、3塁で岸田がね追い込まれながらもなんとか当ててね、セカンドゴロね三塁ランナー岡本が素晴らしいスタート、グッソーレギャンブルスタートじゃなかったと思うんだよね、ゴロゴーだったと思うんだよね、見たけどね引いた絵ね、でもゴロゴーだったらめちゃくちゃスタート多かったよ、まあ、ギャンブルスタートだったら若干スタート遅かったと思うんだよね、まあ、どっちか分かんないんだけど作戦だから俺はゴロゴーだったんじゃないのかなっていうところはあるけども、ゴロゴーで、ね、めちゃくちゃスタートよくねこれ同点大きかったよね、で両チームともにね、ジャクソンから、ウィック、ウェンデルケ、伊勢、森原、中川とね、で巨人はグリフィンからケラー、バルドナード、船場様、大勢、泉、平内、高梨とね、もう投手ほぼ全員ね使い切る形もねある中で、まあなんとか踏ん張って、まあ2対2ね、まあどっちもねあったけどね、まあこれはもうよく踏ん張ったね両チームがね、これで巨人マジック9だからね、まあ今日の一戦どうなるのかっていうところはあるけども、まあ巨人もこの8回も泥臭く追いついたけどね、もう形どうのこうの言ってられないからね、そういった意味では大きいし、まあ DeNA もね広島もね調子を悪く負けてるから3位あるからね、ここはしっかりね、まあ負けなかったのはね、まあ、あのまま勝ち切りたかったけど、まあ負けなかったでも OK ってね、プラスに考えてね次の試合に向かっていきましょう。巨人対 DeNA、19日の試合6対0巨人の完封勝利ということでマジック8に減ったグッケーというねいうところで、巨人先発とこやっぱとこの投げる試合では絶対勝たなきゃいけないというところで8回118球4安打7三振2四球1デッドボール無失点でねクピチね、で DeNA 先発キー K 5回101球4安打4三振5四球5失点、いや初回やな、全ては初回ミスもあってね、巨人はね、1回裏先頭ね丸がツーベースで浅野がフォアボールこれ痛かったね、で、ノーアウト1、2塁になってここでね吉川がバント空振りでセカンドランナー丸が飛び出してね、でキャッチャーの伊藤光がすぐさまねセカンド投げたら一目散に丸がサード行って三塁セーフ、これよく見んね最近だから、でももう俺は伊藤光の気持ちも分かる、やっぱキャッチャーは反射的にやっぱセカンド投げちゃうんだよね、飛び出てるって思うとね、だからね、まあ、ここ結構今年多いやんプロ野球界でこの、セカンドランナー飛び出してそのまま三塁行ってセーフ、それをアウトにしたのほぼほぼないんだよね三塁行った時にね、だからもうここはもうねこの考え方も全部ひっくるめて、だもう一回練習から価値観変えてやらなきゃいけないと思うんだけども、だからもうこの飛び出すのがここまでだったらセカンド投げる、ここまで以上飛び出してたらワンチャン義投一回入れてどっち投げるか決めるっていう、わざともうそのままセカンド変えられてセーフになったら仕方ないとね、三塁行かれるよりはマシやと、だここも思い切ってね割り切ってもうラインどっか決めてチームで
ここまでだったらセカンド投げる、ここまでだったら偽投してからどっち投げるか決める、でここで偽投した場合最悪セカンド変えられてもそれはもう仕方ないチームとしてっていうねところをちょっと取り入れた方がいいかもわかんないね。比較的これ三塁セーフになるから、でもキャッチャー攻められない仕方ない、だからこれはもうねキャンプからちょっとやり直し全チームね、そこでそういうのをもうチームとして決めてもいいからね、その方が三塁狙おうとすると一回で、偽投を入れることによってセーフになるからね、でそうするそれを入れればねすぐさま三塁とかに行かなくなるからね、一回そういうのも入れて駆け引きした方がいいね、そうじゃないとエンドレスやられるからね、でノーアウト一三塁になって、でここは吉川がね、右中間へタイムリーツーベースで、ノーアウト二三塁になって岡本は敬遠ね、でノーアウト満塁から大城犠牲フライで2点目で、ワンアウト一二塁になってここねモンテスファーストファールフライベンチ際で、オースティンがね走りながら取ってね、でまあ 2,3 歩歩いたんだけど取ってからね、セカンドランナー吉川がなんと3塁タッチアップイージーアウト、だからもう暴走正直、でもオースティンがサードへワンバン送球で悪送球になって、ここね、まあ、投げたオースティンもちゃんと投げときアウトだったからちゃんと投げないのも悪いけども、サード宮崎もやっぱ止めなきゃいけない体張ってしっかり、でそれがレフト抜けに行ってね、でレフトサナバックアップしてたけど本塁投げてもね、吉川ホームヘッドスライディングセーフと、ミス2個で3点だからね、これは非常に痛いね、で5回には、岡本がツーランホームランね、8回にね、宮崎のエラーでタイムリーエラーで6対0っていうところで、まあ、エースが投げてね先制なく押しダメ押しと、岡本のね4番がツーラン打ってね、この1週間、3安打2本塁打ね、非常にいい活躍配って、岡本打てばもう強いね、でここでねこれ日刊スポーツの評論にも書いてんだけども、大城のリードも良かったとね、この配球には縦軸と横軸ありますと、縦軸っていうのは出すあの前後の絡み 1,2,3,4,5,6,7,8,9 っていうね前後の絡みの縦軸、横軸っていうのはまあ前の試合からの続く横軸っていうのもあるし、その1試合の中だったら1打席目2打席目3打席目っていう横軸もある、その中でやっぱ4番対決、まあ、オースティン岡本が打つかどうかっていうのがやっぱチームに勝利には大きな影響をもたらすっていうところで、ジャイアンツ岡本はねしっかりホームランも打ってね、勝負を決めたっていうね、しかも初回の守備ね、この初回のねワンアウト一塁からの佐野の363ダブルプレー、これも判断良かったしプレーも完璧だったしね、攻守にわたってすごかった、で逆にオースはねさっきの守備のミスもあったしね、まあ、2回の1打席目ね初球スライダーを外のボール球にボールにして、でそこから4球連続ストレートを投げて見逃し空振りファール空振りというところで、初球のスライダーを餌にしてあと4球まっすぐどんどんどんっていくんだよね、まあ、ここランナーいなかったっていうところもあってね強気に勝負して三振で、4回にも回ってくるんだけど、ここワンアウト一塁で回ってきた時に1打席目はストレート4球続けて三振にした、2打席目はフォーク見逃し、ストライクでフォークファール、で最後スライダーストライクからボールになるスライダーとね、1打席目がストレートドン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 って言ったけども、2打席目はストレート使わないで変化球でね真逆のね配球をして、2打席連続三振に打ち取って、で続いてね、6回にもまたね、ワンアウト一塁で回ってくるんだけども、ここは1打席目と2打席目のミックスね、初球スライダー空振りで2球目ストレート空振りで3球目フォークボール、これやっと止まったなっていうね、で5球目スライダーファールで、4球目スライダーファール、そして5球目ストレートを見逃し三振と、もうオースティンね頭混乱してね、もうタイミングも取れなくてね、これは見事にね1打席目ストレート主体、2打席目変化球主体、で3打席目はミックスとね、この横のつながりでねしっかりねこの3打席三振、ランナーもいてもホームランを打たないで三振取ったっていうね、この戸郷のしっかり投げ切ったのも素晴らしいし、大城のねオースティンを打たせないっていう横軸のね配球っていうのも見事だったかなと、まあそういったところもあってねしっかり勝ち切りましたね、文字でもしっかり日刊スポーツの評論で書いてるんで、そちらもっと詳しく書いてる可能性あるんでね、そちらもぜひ見てください。まあ巨人はね DeNA2 連勝、これは大きな勝利となってね、マジック勝ち、エースが投げて4番が打つ、完璧な勝利でしたね。 DeNA はミスが痛かった。さあということでセリーグマジック8になってね、順位表で言えば、1位巨人ね、2位阪神2ゲーム差、巨人マジック8、3位広島首位と 6.5 ゲーム差、2位に 4.5 ゲーム差、4位 DeNA、3位に 0.5 ゲーム差で、ヤクルト、中日と並んで、パリーグはソフトバンクマジック5で、2位日本ハム9ゲーム差だから、もうこれはもう2位死守だね。で3位楽天、2位に 6.5 ゲーム差だから、もうここは3位死守、ロッテゲーム差なし、もう勝負で、オリックス戦っていうね、もうパリーグは楽天ロッテの3位決定戦で、セリーグは1位阪神巨人の優勝決定戦、そして DeNA 広島のまあ、3位決定戦かなっていうね感じは、ゲーム差見てると思うけども、さあ20日からの金曜日、
ヤクルト中日、ね、ここはもうどっちが最下位になるかの勝負、ね、で DeNA 阪神、ここで DeNA がカンカンカンっていけばまた2位もひょっとしたらあるかもわかんないけどもね。で、広島巨人、もう広島はねもう負けられないっていうところで、まあ、巨人ここからね4連勝して阪神が4連敗したら、最短月曜日優勝っていうね。でパ・リーグは日本ハム対楽天ね、これはもう楽天ねしっかり勝って上位進出で、ソフトバンク対オリックスで、ここはもうマジック減らせるかで、ロッテ対西武、ここはねもう今年お得意様にしてる西武にロッテは負けられない。でもこの前ね1勝2敗と負け越してるからね、どうなるのかっていうねところで、さあもうそろそろねもうあと1週間ぐらいで両チーム優勝決まるから、両リーグね、まあ、逆転あるのかっていうところで、まだまだ楽しいプロ野球ね、佐々木とマスオジック、なかなか終われない、皆さんもなかなか終われないということで、まだまだ楽しんでいきましょう。